こんにちは、うずらです。みんなです。今日からマインクラフトの実況をやっていこうと思うんですけれども、普通にやっても面白くないんで、とあるシード地を入れてムーシュルーム島をスタートに初期スポーン地点にして本拠地にして島を発展させていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。で、じゃん、こっちを向くと、ほら、ムーシュルーム。キノコ。キノコ。で、今シングルで一人だけ入ってるんで、さあ、にまるさんを招待しましょう。お願いします。お、来た。いいね。ちょっと散歩してみよう。うん、散歩してみよう。いいところで。ほら、牛さん。かわいい。いいな。お前かわいいな。お前もかわいいな。ここはもうムーシュルームの島で、もうそこしかなくて、もう離れ小島なんで、ムーシュルームの島の特徴としてゾンビが湧かないと。素敵。なんで夜でもまあ安全っちゃ安全。まあ、強いて言うならこっち側の森をちょっと湧き潰さないといけないけど、そうね、それだけしとけば安全。じゃあとりあえず木でも切っていくか。うん、バリバリ切ります。よし、これでもう湧かない村になったぞ。とりあえず中を掘っていこうぜ。それで鉱石ゲット。うわぁ、これ洞窟やん。だから探す。うわぁ、もう終わった。なマグマや。なに、うわ、ちょっと待って、警告。あ、そうなんです。あ、なんかマジあんの。何の音。うわ、これまだ一つ。うわー、これやっば。ちょっととりあえず取れる石だけ取ってから大丈夫かな。ムーシュルームバイオームから離れてなければよかったけどね。簡易的に湧き潰ししといて、今度がっつり攻めよう。うわー、クリーパー3匹いた。クリーパーパー、気づいた。やべえ、危ねえ。その辺をバッキーしないとね。こいこいこい。あちあちゃ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 。大丈夫か。危ねえ。絶対死んだかと。これはやばいな。平和に過ごそうと思う。待って、なんかまたいい、ね、警告は今度がっつり攻めていって、うん、ちょっとね、これ朝夕方。いや、もうすぐ夕方っぽいっすよね。寝てー。夜がね、長い。平和とはいえ、平和とはいえ退屈だっちゃう。ベッド欲しいな。ちょっと俺夜でも頑張って行ってこようかな。マジですか。鉄の装備くらいもう作れるやろ。ああ、作れそうね。うん、シャキン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 。いいよね、もう数え普通だもん、ね、と、では行ってまいります。行ってほしい。必要だ。うわぁ、村人ゾンビもいる。モンスター何してあげたい。いいだろう。お祝い急いで狩るのみ。だが断る。よし。取れたか、十分すぎるだろ。バッチリやね。おかえり、おかえり。四つの本日とおそらく。と、寝れた。おお、感動。ガリガリ狩りまくろ。ガリ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 。じゃじゃーん、こんだけ貯めました。イエーイ。こんだけ材料貯まったんで、あとは実際にお家を作っていこうかなと思います。はーい。で、
考えている場所がここ今この松明4つ置いてるんですけど、ここに作っていこうかなと思ってるんで、まあ、ちょっと整備しつつ作っていきます。まず基礎を作っていきます。こうこう、うわ、こんだけでかければいいだろう。はい、でこんな感じですね。 1,2,3 高さ4ぐらいにしとこうかな。これは白川をひたすら並べていくと、はい、こんな感じ。じゃあね、松の木を1,2 ごめん、なんか松の木意外と足りるかもしれない。マジで？いや、でも持ってきて、先々のこともあっけん。ほいほい。で、同じようにここも、最後に全部取るよ。全部取るので先取って取りますよ。あ、スライムブロック欲しい。細かいとこは後で見て調整しとくとして、さあできたんで最後ちょっとね見て終わろう。一旦外に出ようぜ。はーい、こんな感じでできました。イエーイ。さあ中に入ってみよう。まあこんな感じでまず、それぞれの、家、それぞれが家の周りを、なんかね、家の周りをこんな感じで、白樺の木と、なんだっけ、この草ブロックで囲ってます。で、内装は後で考えるんですけど、とりあえずまあこんな感じで、うん、で、ここにかまどがあると。これいいよね、うん、このスペース。ここに2個ぐらい置けるね。まあ後で置こうかな、はい、で、上に行くとじゃん、倉庫。倉庫、すごいよ。これも後で整理はするけど、とりあえずこんな感じ。うんうんうん。で、こっち行くとバルコニー。バルコニーよね。これめっちゃ綺麗。これあれやな、1個足りてねえな。で、こうだ、こうだ、よし、 OK。 こんな感じやね。綺麗、うん、よし、これをここを拠点にこれからやっていこう。はい、よし、じゃあ最後外に出よう。はい、じゃあとりあえず1回目はこんな感じで、バイバーイ。バイバーイ。